はい、ユデクスです。さあ今回早速なんですけど、先日ね、6月のね、17、18日に、宇治植物公園の方ですね、まあ、京都の方ですけどの方で行われたこの京都エンティミカさんというね、イベントに行ってきました。まあ、このイベントですね、実はね、僕自身も本当去年から行きたかったんですけど、まあ、土日がメインの仕事をしているのでなかなか行けなかったんですよね。で今年ちょっとね、関西の方で仕事を行くタイミングがあったので、ちょっとね、2時間ばかりちょっと時間ができたので、そのタイミングを縫ってちょっとね、そのイベントに行ってきました。で今回このイベントに行った理由としては、まあ、植物イベントって皆さんイメージしているのは、まあ、多肉植物とかですよね、とかあとはまあ開根植物とか、まあ、そういった植物がメインのねイベントが多いと思うんですよ。でこの京都エンディミカさんのイベントっていうのは、盆栽であったり山野草とか、あと一つ葉とかね、そういったねちょっと他の植物イベントではない、多肉植物イベントではないような、そういったちょっとね趣味嗜好の強い植物イベントとか、まあ、そういった植物を置いてらっしゃる出店者さんが多いので、まあ、僕自身もね実は普段こういったね、アロエとか専門特化したね、動画を撮らせていただいてるんですけど、結構実はね、日頃のプライベートは結構盆栽をやったりとか、こういった山野草とかいろいろね、そういったちょっとね、まあ、いわゆるちょっとマイナー植物みたいなところもね、やって育てたりもします。で今回ね、ちょっと本当にいろいろと欲しかった植物とかをゲットしました。なので今回そのね、植物を紹介していきます。まあ、なので普段ね多肉植物とか開根植物をね、育ててらっしゃる方はね、何山野草って盆栽ってって思うかもしれないですけど、ちょっとねぜひ最後までご覧いただいて、あこんなかっこいいね、山野草があるんだとか盆栽があるんだとかっていうのを見ていただきたいですし、またね今日この動画の最後の最後、めちゃくちゃかっこいいちょっとねアロエをゲットしちゃったので、ぜひねそちらも紹介したいので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。はい、じゃあもう早速もうね一つ一つ紹介していきたいと思います。まあ、まずね一つもうね、この目の前にあるねこっからいきましょうか。こちらがね、ね日本産のね台湾の日本産のね青根カズラといいます。今ちょっと台湾って言っちゃったんですけど、実はね、台湾産のね、青根カズラっていうね、植物は持ってます。まあ、これね、シダ植物です。いわゆる本当にシダのね、仲間なんですけど、ね、今言った台湾産と日本産っていうのがね、大きく分けて分かれるんですけど、僕ね、もともとね、この台湾産のね、青根カズラを育ててました。で、この日本産のね、青根カズラっていうのが、ちょっとね、栽培がちょっとね、癖があるというか、ちょっとね、こういう日本、日本のね、こういった、ね冬があったりとかね、真夏があったりっていうね、やっぱ四季があるので、まあ、こういったね、特にシダ植物とかって、まあ、ちょっと寒さに弱かったり、暑さに弱かったりみたいなのがね、ちょっといろんな癖があるので、まあ、そういったところでね、ちょっと育てるのに難しかったりするってことだったんですけど、今回ね、この日本産の、ね、青根カズラっていうのをね、ゲットしました。まあね、こういった大きくね、こういったね、ちょっと青緑っぽい、こういったね、幹な部分から、葉っぱがね、こうやって生えてきています。まあ、ちょっと今ね、まあ、葉焼けというか、もうちょっと購入した当初からちょっと葉焼けしちゃってたんで、まあ、でもね、今この時期、シダ植物ね、どんどん新しい葉っぱ生えてくると思うので、またね、時期にいろいろ大きくしたいと思うし、まあ、実際この今、ね、陶器の鉢にね、植え替えを早速しました。はい。通気性を良くして、でもね、もうほぼもう毎日お水を今あげてる状態になります。もう本当にね、シダ植物もね、こういった感じで、めちゃくちゃね、これ普段なかなかね、なんか、普段ね、街中で見かけたりとか、森の中で見かけるようなちょっとシダとはね、ちょっとまた違ったような、こういった台湾のね、青根カズラとか日本産の青根カズラだったら、ちょっとね、やっぱね、モフモフ感がすごいんですよね。はい。こういったね、シダ植物もあります。で、また続いてこちらが、こちらもね、葉っぱがね、すごく綺麗なんですね。葉っぱの葉脈見えますかね？これね、はい、すごく綺麗ですね。こちらがね、亀甲シダとね、言われているものみたいです。僕もね、この亀甲シダ、ちょっと初めて今回育てようかなと思って、まあ、ちょっとこの葉っぱのね、葉脈に惚れてしまってゲットしたんですけど、まあ、こういった感じのね、はい、すごくかっこいいですよね。こういう亀甲シダ系って、こういったね、シダ植物とかも、まあね、いずれやっぱりこういった樹木に受生をさせたりとか岩場とか、まあね、いずれそういったちょっと着生として植物をね、シダ植物として育てたいなと思っています。
まあね、ビカクシダとかドリナリアをやられてる方ってね、そういった着生とかに慣れてらっしゃる方も多いと思うんですけど、まあ、こういった系統のね、岩場とか石とか、そういったところに石付けをしたりとか、まあ、そういった着生ができるので、まあ、そういったね、ビカクシダとは違った、そういったちょっとコンパクトなんですけど、こういったかっこいいね、葉脈のシダ植物もあります。はい。そして続いてが、こちらがね、僕もちょっとね、ちょっとまだ名前がしっかり覚えれてないんですけど、見えますか？めちゃくちゃかっこいいんですよ。はい。こちらがね、極っていうんですかね。で、姫雪の下って言います。姫雪の下というね、植物の極がついてて、まあ、極がついてるのは、まあ、これ以上大きくならないよっていうことみたいです。葉っぱはね、これ以上大きくならないけど、まあ、この状態がどん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 といっぱいと葉っぱが生えてくるという状態で、これもね、ほんとツヤがね、すごく綺麗なんですよね。で、葉脈もすごくね、キラキラしていて、いいんですよ。これもね、ちょっといずれ、どん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 増やしたいなと思ってたんですけど、まあ、何せこういったね、まあ、いわゆる山野草とかこういったね、植物とかこういったものって、まあ、いろいろとね本当に試行錯誤をするというか、まあ、本当に影が好きだったりとか、まあ、半日陰であったりとか、まあ、直射がね大丈夫な山野草ってね、まあ、あるんですけど、でもね結構ねやっぱり半日陰みたいなところが好きなので、でもその半日陰っていうのも結構難しいんですよね。実は半日陰を作るのって、こう普通の一般的な家庭で作るのはね、難しい。これ多肉植物とか開墾植物やられてる方もよくね、分かってると思うんですけど、まあ、やっぱこういった山野草系とか、こういったシダとか、こういう系を育ててる方って、半日陰をね、ベランダとかお庭で作るっていうのは結構難しいんですよ。まあ、1枚遮光ネット引いてもいいけど、まあ、それも結構ね、大げさな作業になってしまいますし、この作業って結構難しいんですけど、でもね、こういった感じでね、その葉っぱの葉脈とか、もうこういったね、植物の特性をちょっと少しずつね、理解していって育てるっていうのもね、すごく楽しいです。はい。そして続いてが、こちらです。こちらがね、屋久島昌磨というね、植物みたいです。はい。言いますか？屋久島昌磨。これね、この葉っぱのね、形状がすごくかっこよくて、葉っぱのね、緑のね、色合いもすごくね、美しいのがわかりますかね。めちゃくちゃかっこいいんですよ。で、これね、購入した店主曰く、まあね、なかなかね、この屋久島昌磨っていうのは、こういう感じで綺麗に詰まったような葉っぱを作るのは難しいよっていうは言われました。はい、まだね、ちょっと育てたことも初めてなので、実際ちょっとね、ほんとこれからどん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 育ててみて、もう今年はまだこの鉢でいいよって言われてるんですけど、まあね、少しずつでまた大きくしていって、まあ、かっこよくしたいんですけど、こういったね、まあ、豆鉢といいますか、まあ、こういったね、感じのね、ちっちゃい鉢に植えてるっていうのって、なかなかね、多肉植物とか開墾されてる方はね、なかなか少ないんですけど、まあ、こういう感じでね、まあ、本当に山野草とか、こういった系統って、まあ、こういった豆鉢で育てたりとかっていうね、楽しさもあるので、すごくいいですよね。はい、そして続いてがね、まあ、まずはこのカンアオイという植物、皆さんご存知でしょうか？はい、カンアオイ、まずね、もうね、ネットで調べてみていただきたいんですけど、このね、葉脈のこのね、この模様、わかりますかね、模様。これね、いわゆる、斑入りではなくて、模様なんですよ、模様。もうやっぱりこういった自然界というか、まあね、こういったカンアオイとかね、西表とか屋久島とか、そういったところのね、日本で自生しているんですけど、まあ、こういったところで生えてる葉っぱってやっぱね、すごくね、かっこいいですよね。これもカンアオイの中でもね、オモロカンアオイといって、まあね、結構これからかっこよくね、このオモロカンアオイは流行ってくるんじゃないっていうので、店主の方に言われました。はい。めちゃくちゃ綺麗でかっこいいですよね。はい。このカンアオイとかもモノドラカンアオイといってね、結構ね、石表とかにこうね、自生している、ね、いろいろとね、植物の中でも、ね、いろいろとね、こう、なんていうんですかね、まあ、守られているといいますか、まあ、むやみにそういったね、売買ができなかったり、そういう許可書が必要だったりとか、まあ、そういったね、系統の品種もあります。はい、そして今回ね、またもう一つ、このね、モノドラ系と今話しましたが、これ深い緑わかりますか、この。葉脈のね、このね、モノドラ、こういったね、カンアオイとかモノドラ系って、こういうね、葉脈と緑の深さのね、ここがね、やっぱり一番の魅力で、
なかなかやはりね、他の植物にはないこの、わかりますか？めちゃくちゃかっこいいの。これがね、まあね、緑がめというね、感じで書きます。めちゃくちゃかっこいいですよね。はい。まあ、こういう感じでね、カンアオイとかモノドラカンアオイとかって、ほんと妖艶の句がすごくかっこよくて、まあ、特にこのね、今回本当はビシャモンというね、品種が欲しかったんですよ。で、イベントにもね、ビシャモンがありました。で、結構この葉っぱ1枚なんですけど、本当にうんまん円とするんですよ。で、もうただね、やっぱりこう、本当に欲しい、もうね、ずっと3年前から、もう僕がいわゆる本当植物を育て始めたその頃から、ずっとこのモノドラのビシャモンは本当にずっと欲しくて、まあね、その前、その先日、本当に実際に生で見たときに、やっぱりめちゃくちゃかっこいいと思って、本当皆さんね、ビシャモンとかネットで調べてみてほしいんですけど、本当に葉脈が綺麗なんですよ。これが模様なんだっていうね、斑入りとかではなく模様っていうところがすごくかっこいい魅力なところで、しかもこういったものがね、日本でも自生しているっていうこの衝撃。実際本当に自生地へ行って生で見てみたいのが僕の今のね、一つの夢なんですけど、まあこういった感じで、今ちょっとね、カンアオイというね、植物も紹介させていただきました。ぜひね、また皆さんね、SNS とかでも調べてみてください。はい。そしてね、こちら続いてが、もう盆栽の中でもね、一番僕が欲しかった品種、もう、イソザンショウというね、品種になります。イソザンショウ。もうね、本当にね、葉っぱのね、はい。今までね、このね、購入した時のままのポットなので、まあ、盆栽用のね、こういったね、平鉢ではないので、次回またね、植え替えをしている時の動画を撮りたいなと思うんですけど、イソザンショウのね、このね、わかりますかね、葉っぱのね、この丸み、ちっちゃい丸みの部分がすごく特徴的で、ね、実はね、もうこの、今ね、値段を言ってしまうと、このね、今、ポットの大きさでもうね、3800円でした。はい。まあね、いろいろとね、まあ相場とか、いろいろとところは変わってくるかと思うんですけど、今回のイベントでその値段だったんですけど、もうね、もう本当にね、やっぱこういった盆栽系ってね、本当にすごく価値があると言いますか、でこういった深みのある木とかって、まあね、よく開墾植物とかね、パキプスとかね、そういったところでね、皆さん見てたりするかも思うんですけど、やはりね、盆栽のね、こういった樹木もね、すごく深みがあってかっこいいんですよ。で、イソザンショウっていうね、この品種。もともとね、本当にね、これも盆栽をやり始めた当初から結構ね、このイソザンショウ欲しかったんですけど、なかなか手に入らなくて、で、やっぱり実際ね、こういった盆栽とか樹形とかって、しっかり自分でね、木を見て判断して購入したいっていうのがあったんで、今回ね、このね、拠点デミクさんのね、イベントで出展してらっしゃった方から購入をしたんですけど、やはりね、こういったね、イソザンショウっていう盆栽も、これからね、今ね、もうちょっとまだ樹形とか葉っぱのね、むしゃくしゃな感じでね、無造作な感じなんですけど、今回ね、またね、植え替えをね、今回しっかりをして、またね、綺麗にしていきたいなと思っています。はい、ということでね、急にね、現れましたが、今回ね、そのね、イベントの方で、まあね、いろいろなね、出展者されてる方から、いろいろとね、植物をゲットして、まあ今回ね、本当にこういった山野草とか、まあ、シダ植物とかっていうのが多かったんですけど、やっぱりアロエも好きなので、やっぱりアロエもゲットしたいよなと思ってたところに、まあちょっとポツンとね、置いてあったアロエがすごくかっこよくて、で、こちらがね、今先にね、品種をね、お伝えすると、ブラインドね、ブレインエンシスというね、いわゆる交配種になるそうです。交配。まあね、見た目がちょっとね、ブランドエンシスとはまたちょっとね、違うよなっていうことをね、店主の方が気づいて、まあ交配種、ハイブリッドとして、ね、イベントで出展してらっしゃいました。もうただこれね、わかりますかね、このアロエ好きの方にはたまらないと思うんですけど、この模様ね、と色合い、とこのね、巨子の葉の色の真っ赤なところがもう、このね、もうほんと絶妙なこのコントラストのね、バランスがかっこよくて、で結構ね、今皆さんね、僕も片手で持ってると思いますけど、結構大きいんですよ。もう直径で言うとほぼほんと30センチぐらいの大きさで、で今ね、もうね、根っこっていうかもうパンパンなんですよね。根張りがすごいので、まあね、ちょっと本当に早めに植え替えをしてみたいなと思っています。で、こんだけかっこいいから、地植えしてもかっこいいかなと思って、地植えしたらどんだけまた大きくなるんだろうとか、どんだけ展開してね、成長するんだろうっていう楽しみもあって、ちょっと今回ね、これほんと一目惚れをしてしまったので、ゲットしました。
もうなんで、これはね、本当に僕のプライベートアロエとして、これからね、ゆっくりじっくりね、過ごしていきたいなと思っています。はい。まあ、ということでね、今回ね、今回このね、京都エンデミカさんで、ね、購入をした植物の方の紹介をさせていただきました。まあ、ちょっとね、動画としてはね、ちょっと長くなってしまったと思うんですけど、またね、気になる動画があればね、ちょっといろいろと前の動画でね、元に巻き戻していただいて、見ていただきたいと思っています。でね、いろいろな植物、紹介していきましたが、まあ、普段ね、こういったアロエとか、まあ、多肉植物、塊根植物とかを紹介している中でね、実は、僕、ユレックス、こういう植物も好きですってこともお伝えができたので、またね、これからこういった植物とかも、まあ、たまにね、紹介させていただいたりとか、まあ、いろいろな、どんな風に育てているかっていうのもね、紹介させていただけたら嬉しいです。はい。またね、今回この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録をね、ぜひしていない方はお願いいたします。はい。そしてね、このアロエめちゃくちゃかっこいいと思った方は、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい。それではね、お会いしましょう。